山広のピカイチラジオさあ、えー、金曜日の夜九時でございます皆さんこんばんは山広ですこんばんは吉本新喜劇のすっちーですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですあのー、先週は正月一つ目のあのー、放送で、はい、でさっき古川さんにも言われたんですけど、はい、正月らしい話をほとんどしないまま <laughs>、はい、年末の勉強会の話になった、はい、っていうこともありましたんで、はい、ちょっとあの お正月らしい<う>話、最初、最初に最初思うでよろしいですか。はい。うはい、もう正月気分も抜けきってますけどね。十三 <laughs> 日の金曜日、ね <laughs> あのーはい。あ、ほんまや。<laughs> あ最近こんなんあんま言わなくなりました改めてそうやって聞くとなんかドキッとする、ね、中学生ぐらいまでこんなんすごい言うてましたね、うん、だからやっぱりそのあの時代にあの映画を見た人たちとそうかそうかああえエクソシストやったっけいえ13日の金曜日っていう映画がありました、ね、<笑><笑>ジェイソンが出てくるやつねったったったもっと昔を考えてしまった今 <laughs> そうだから十三日の金曜日っていうと、えっと予定してたことをもうやめて家にいるとか、ああそれぐらいビクビクしてましたね。ビクビクして、家の中にずっといたりします。でも関係なかったですよね。キリスト教でもないしね。はい。ええ、いやもうそん話はもう。まあ確かにね、一月といってももう十三日の金曜日ですけれど、あの三月の行事っていうか年明けに、あのお茶の世界で。 お茶茶道を初釜ってやるんですよ。んかニュースとかで絵をやってるやつですかやりますねお師匠さんが千の何とかさんがまさにそんなやつで私京都に知人友人というかお世話になってる先輩とかたくさんいて異業種交流会で定期的に集まったりしててそこに呼んでもらったりするんですよ。 それこそあのなんかすごい料理人がいたり、うん、あのなんか普通のおっちゃんと思ってたらあの陶芸家ですごい先生やったりとかするんですけど<ー>みんんんなな酒飲んだら一緒なんですよ <laughs> でそれが楽しくってで知らない話っていうのを専門的なこととかも、うん、あの話ができるからもう長年通わせてもらってるんですけど、うん、その集まりの、えっと、中にその偉い先生でいうと茶道の、うん。 表線形裏線形武者の線形ってあるじゃないですか、うん、まあそのうちの一つの、うん、家元は千なんとかさんって言いい人でしょははは代々ね<は>家元ではないんですけどまあその、うん、次ぐらいの、うん、僕らは「総庄総庄」って呼んでるんですけど敬意、うん、ああを込めて、うん、あの方がいらっしゃるんです年齢的には70前ぐらいやと思うんですけど、はい、で、あせ そんなまあお茶のこの道の第一人者ぐらいの人やから、うん、お茶習いたいっていう人もやっぱいて、うん、あの有,有志の中にねだからその異業種交流会の中に、うん、だから気楽に来てくれたらええよっていう感じで、うんまあ、人メンバーででいるんですかもともとの異業種交流会はもう何十人っているんですけども、うん、そのうちの78人で作ってる会があるんですよ。うん、でそれも年に何回か お茶やりますって何日早々時間空けてくれました」って行くことがあってまあ言っても僕は数えるほどやったんですけどそんな時って僕には何のまあ心得も何もないんやけど手取り足取りこう周りの人が教えてくれたりしてで連絡があったのが12月の頭で1月の先週のあれは金曜日かえだから6日ですね。日に 初釜やるって言ってるからで,でみんな集ま「集まれる人?」って言ったら呼びかけ人とそれに答えて行けるって言ったら僕だけやったんですよ。一人 <laughs> 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 でみんなね、おいしいな、<laughs> 仕事あったりね、はあ、平日のお昼なんで、まあそ,でね、それもしゃあないんで、野球とかね、サッカーじゃなくて、まあ、あのできん一人ででもきことはないですもんね、ででメンバー、そろえんから、整理することは全くないんで、はいはい、でその総称の家でやりますとで、呼びかけた人と僕で、合わせてまあ3人か人、はあはあ、人は3人で、うん、あのー いいろいろまた教えてくれることも多いかなぐらいで,で行ったんですよその現場に近づくにつれなん,かなんかいつもと空気違うなとかと思ってたんけどきれいな立派な着物を着たご婦人方がようさんおるんですよ。ほう いやだいたいお茶を習ってる人の初釜ってねそうなんお着物ちゃんとお正月用のお着物着て、うん、いつものお稽古とは違うなんか晴れの日というかう発表会みたいな僕らの会だけの初釜前って勝手に思ってたんで。<laughs> はあ、はあ、やってもだ。うわ。はい、<laughs> そしたらその総将が <laughs> ああまあ全国にお弟子さん多分何千人まあやった人満タンいるぐらい。はあ、しかも何万いいる中の本当に総将の。 お家に上げてもらえる人なんて上の方の上の方のお師匠さんのうだからもう着こなしももう完璧やし男の人たちももう清掃も清掃お着物ですかお着物が多かったですねで僕何も知らんからいわゆるハイネックのセーターに一応ジャケットは着てましたけどそんなんで行ったのは多分僕だけでお着物か男の人はスーツネクタイいや 帰るわもうもう連絡して急になんかあった言うて帰るわただそういうお家って茶室は奥の方にあってですね全員は一堂には帰さないんですよ集まってる人たちホテルでやる時なんかはもう何十人何百人って集まるはずなんですけどそういう個人のお宅なので時間制でちょっとずつ入れ替わり立ち代わりやるんです 僕は第一組だったんですけどすごいですね早い時間あったんですね午前中はよ来てはよ帰って早起きて早よ帰れるやつは組6人です6人かける6組やから36人ぐらい多分夕方にかけてお茶入れていただいたと思うんですけど入れてだいたらいいんかなこれ言い方が立てて頂いてほいでこれでも6人 っていうことは、まあ、他の五人は清掃ですよね。清掃です。うん、でその僕たちの、僕の知り合いの、その呼びかけた人、うん、もう一人の人、スーツで来てましたけど。うん、その人も言うてくれたらええね、うん、今日はスーツやでって、はあ、陶芸家やで、で、スーツなんか着て、はあ、見たことない人が、スーツ着てきてるね、うん、文句言いました。

もう正方形の人が本当にぎりぎり入れるかどうかっていうのもお茶の世界ではあって、はあ、そこを開けてお庭からつくばいのあるお庭からこうセッタのいでぐっと頭からえそうなん,せん,とダメなんですねはい理由はえー、ええ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 え女性も,女性も,もええ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 たええ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 え また今度勉強して言うわなんかでそんなか昔刀持って入られへんようにみたいなことですよね。あったし千利休が豊臣秀吉に嫌われたのはひょっとしてそれかみたいなそのいろんな話があるんですけど何せ入りますわそんな部屋通してもった初めてやのしかももっと普通の座敷でやってた今までこんなとこまだ入って本格的な。本格的な茶釜もえっとあれは天正年間の「 だから、えー、それこそ信長の時代のああ、えー、鉄我慢いうのあれ、はあ、でそれを溶かして、はい、なんか日々なんから入ったんでしょうね、はあ、溶かして幕末にまた作ったやつやからこれはそんなにあれですよってもっともっとあのすごいものがありますからって言われたけど、うん、それでも僕にとってはすごいもんね。検証もっ、ね、てものを使ってんの <laughs> ああ 始ままりすねいつも僕ら一緒にお酒飲んだらその少操も「へえ!」ってご機嫌でしたいのにそれたたずまいが「え同じ人」っていうぐらい「今日はあげまして」って始まるんやけどその所作がもう見惚れるぐらいすごいんですよ。 一れ動作でそうかか逆普通はなんかもそういうお仕事の時を見てた人と飲みに行ったら「こんな気さくな」そそううやけど逆なんでやねあこのこんなすごいんややっぱりと思って「えらいとこ来たな」と。でお茶席用の専用の小さなセンスとか。 あととなんか紙っていうののあお茶をえ違ね書いてお茶にはおまんじゅうつくやんお菓子お菓子をその返しの上に置いて食べる時の返しとかそんな道具持ってないあそれは自分で持っていかないそうですねだから女性だったら帯のここに返しと扇子入れて自分の前に座ってから置いて。てね そのセンスをここに置いてんの悪いでこれ返しの向きもどっちとか決まってんやん <laughs> <ー>ほんでその隣のその陶芸家のスーツ着てる先輩がパって僕の方見て、はあ、え持ってまへん <laughs> <laughs> 言うといてくれんと言うといけーな奥さんも何も持ってきてない開始かしますわって,言って自分の持ってるその紙を半分ぐらいくれてありがとうございます、うん <laughs> <laughs> いやそんなんもうても分かんないでしょ分かりますでそれはこで、ね、今まで23回あのそのお家にお邪魔してもっと普通の普通のお茶会でその時に会社使ったりしてるのでその使い方はなんとなく分かるしね。 持ってんでもいいんですかえっ持ってこなあかんねんいつもいっつも借りてるからやいつも借りてるからこれやなんねんで今回も貸してくれると思ってたそうフランクなとこや思てたから思てるからでね右隣の人から始まりますね自分にとって右隣の人の作法を見てたらね目でこうピッとチラチラ見てたら今度自分の作法の時は備え失敗せえへんわと思ってそれぐらいキラキラな気持ちやったんですよ でまあ、こんなとこにあのお邪魔させてもらうっていうのは備えないことやしなと思って、うん、でそれはあの一連みんなお茶頂い,いて、うん、お菓子も頂い,いてで終わるんですけど、うん、それが大体ねその間ずっと正座じゃないですか自分は忘れてきた、うん、作法も分からない <laughs>、うん、なんちゅうとこ来たんやこんな格好で、うん、いろんな緊張感の中で正座してるじゃないですか。そしたらもう もうね木が遠なるぐらい足がもう <laughs> 痺れてがしびれがはあ法事の時なんかは3四4 0分ぐらい平気で座ってるんですけどなんかいつもと違うから、うん、もうほ木どうなるわと思う頃にやっと終わったんですよ、はあ、やっとて <laughs> <laughs> やって呼んでもうと終わった。<laughs> もうこれで終わりやと思って「お相撲さでしたいやどうもありがとうございました」って言ってなんとか立ってそれでも足しびれきってるんですけど三ツあと立つ時にね足をちゃんとんていうんですか甲側で立っちゃって骨折った友達いますわ。折りますよあれはほんまに折れるんですよ。なんとか踏ん張ってまた最初の前室みたいなとこ通されて「どないなんだろうもう終わりか?」とかと思ってたら。 そしたらこちらの方どうぞって言っていつも行ってたあの大きな座敷みたいな広い部屋なんですけど、うん、そこに僕,と僕たち6人と次の6人の人たちが合わせて12人で、うんえー、お食事いただきますって京都の料亭から取り寄せた食事ですよ<ー>それも正座してたらあもう山広さん足崩してもうてよろしい、うん、よろしいからって言ってあそこはちょっと砕けた、うん砕けてんけてど あのね正座してね緊張してた状況でしょ <laughs>、うん、足つってるでしょ、うん、いきなり今度あぐらにするとね、うん、足のこの膝の裏の辺りがねゴ、うん、ーって一気につってきて、うん、また変な釣り方してねじったから、うん、あかんかんかんっと思ってでまたちょっと正座に戻ってんけどもう普通の正座はできない、うん、<laughs> でもどないしたって言ったら膝立ち もうそうですね、立って食べるか、それしかもうないですよね、ええええ、だ和室やからあの、畳の上に膝で立って、はあれ超ちょうど中途半端な高さになって <laughs> 一人だけ。であ、まあまあ、そんな方もいらっしゃいますから、うん、気にせんとって、いや、気にせんとって、膝立ちでご飯食べられへんら、はあ、かなと。で、まあ、なんとかそういうの食べて、うん、それで終わりやと思ったら、今度は最初の四畳半であった茶室であったのは濃い茶。 今度は濃い濃い茶ってやったことないです。ない。はい。あら濃い濃いですね。とろとしたお茶ですね。とろっとしたお抹茶。あれお同じの回し飲みするんですか。同じのまあし飲みのだからその開始であのグッと不感度ダメなんです自分がつけたと。だから対は絶対言うんあ。でそれが濃い茶。食事終わってから今度じゃ薄茶。お薄ね。お薄。は もっそしたらおすは全員にパッと出てきたんです最初はお弟子さんが立てはってんけどその間終わったら一人ずつどの子のじゃなくて全員でさっと振る舞われたからまあ短い時間ああほかの人が飲むのもマットんでいいんですねいいんですけどもうその頃ら死にそうですほんで終わってまあ12時半ぐらいかな終わったんで。 しばらくしたら足のしびれもなくなったので、うん、そのまま帰らせてはだいたんです、うん、その日から朝起きたりそれから靴の紐を結ぼうと思ってしゃがもうと思ったらもうとてつもなく股関節とか、うんはい、何せ下半身が思うように動かないんですよえまあ言うたら30分の星座ですよね最初のねまだ感覚が戻らない、うん、戻らなかった<ー>でも 伊勢神宮行ったりなんかいろいろしましたけど歩いてると大丈夫なんですよでもああどんなこんなだったら好きなゴルフももうちょっと思うようにできないかなとかいろいろ思ってて今日ねオエンベース来る前にねいつもの春日先生とこ行ったんです春日整骨院ほんで「ちょっと足がね」って「先週ぐらいからおかしくって」って言って「ちょっとんな状態見ます」って言って何にも言うてないんですよ何をやったとかって今の話してないですら あ「太ももの,がの裏側があの信号がおかしいですよね」って言い始めて「<ー>あ先生それや僕実は先週初釜行って」って、うん、で今の話をわーっとしたんですよ「ああそれでですわ」ってもうとにかく膝の裏側の肉が両膝ですよの裏側の肉がビューンって上にビューンってつり上がったような釣り方の。 その時触って覚えてるんです1週間前へこんでるんです完全にそんな釣り方初めてやったからあてでバーッてやりながらでも動けるように直してきました実際今なんとすごいすごいで先生は体質とか正座が苦手とか足が弱いとかそういうことですかいやそういうことじゃないと思います 極度の緊張感とかそんなんななのが影響してて敏感な人っているんですよすごく敏感な人が、えー、時としていつもにない状況に置かれた時に異常を感じたりなんかするんで、うん、だからまあ今戻したんで普通の日常生活とかスポーツやってもらっていいですよ、うん、で 割とトップアスリートに多いんですよえそこで喜んでどないします敏感よく陸上の選手とかでもんか足に違和感を感じて欠場あよくあます違和感ってなんやねんと思ったけど思ってたでしょ僕も思ってたんですよそ分かったへえそれと一緒ですわ結構大変なんですねその違和感って言ってる時っていうのは。 うん、はあなんかいつもとルーティーンも全部一緒にして、うん、もうその日に合わせて体調とかも全部整えてきてるんだけど、うん、なんかちょっと歯車狂ったら、うん、神経質なんていうか敏感な人は、うん、そこでちょっと変調をきたすん,んでそれはトレーナーにもなかなか分からなかったりする、ね、まあ一流のね、うん、<laughs> アスリートと。うん 俺一緒かと思ってさ緊張しただけやがいやでもそんな間違いなとこ行ってしまって緊張しただけや自分なそんな言うけどなこれからなそんなそんなロケあるかもしれんでいやロケやったらまだ逃げようありますやんロケですからねロケですからうんこれって間違いやないえっと仕事柄らそれを笑いに持っていけるっていうおいしさもあるんですけどやっぱりですね これからえいろんな人ともっと信仰を深めて、うん、いろんな世界を覗いてみるのもいいかもしれないですよそういうちゃんとしたところに。 ちゃんとしたとこねでもちゃんとしたとこなんかもう縁ないしないやいや金ももう50過ぎてなやっぱりそんなこと言うとたらあかんと思ういやでも周り見たらったなおっさんいっぱいいますかん斬ったないんじゃないんですい。そんなんでよろしいねんそんなことあれへんいろんなたしなみを合う合わんってありますからなちょっとしたらハマるかもしれへんよ何お茶にですかいや何も知らんもんやってみません来年の初釜 いやよろしいわまずちゃんとした格好でいかんと駄目でしょほんで行って何開始持っていかないとでしょ開始扇ン扇子草いろんなものがほんでずっと星座でしょ星座でもう茶を飲んで飲んでもう分からんと思うんですよ僕は僕も分からないですけど分からんのかい作法来年は教えてあげるよ僕と一緒に行って一回行ったからね そうどういや麦茶でええわコップにガー入れてねゴクゴクっとねいやい素晴らしいことだと思いますけどそういう世界お茶とかお花とか古川さんはやってなかったやってみたいんですよやってみたいけどやっぱネックは正座ですよね絶対無理って思うあそう何分ぐらいかできますじあ何分もないあの奉仕の強がもう耐えられないそんなに無理ですか無理痺れもですしやっぱ膝

あれずっと正座なんですかしてませんかいてますかいてる人もいるかもしれないけど何、うん、か星座して正座のイメージですよねずっと正座大変、えー、でだから家で法人時は分かってるからあの下に引く椅子あれねあれ持っていくけどやっぱ結局しびれもだけど膝なんですよ<ー>でふわっとしたスカートはいといてちょっとずつこうずらして,て見えないからねかちょっと変えながらでなんとか。うん 正座できるようになりたいですね。正月らしい話。いやいや、か、おっしさんのお茶なかなかいた。あれはなかなかね。見応えありますよ、あんな至近距離で。うわ、もあのね、綺麗と思った。男の人のこの所作で。こんな綺麗に。やらはんねんなっていう。物音一つ立てず。一滴もこぼしてなかった。 まあもし機会があればぜひ皆さん知らない世界やわねえ「ピカイチラジオから来ました」<laughs> 言ってね3人で、うん、<laughs> いやいやそれは言わん方がいいんじゃないですかどっから来とんねんっていう話になりますよ3人で行ったら気楽やから大丈夫やわ、うん、あなるほどあ<ー>まあね一人とかうん、うん どんな空気なんですか。何を喋るんですか。喋らないんですか。喋らないですよ。シーンとしてるんですか。シーンの仲基本的にシーンですよ。どんなしますのとか。うん。あんなこといいな。んなこと聞いたことも一回も。はい。喋ったらダメなんですか。いや分からへんけど、あのよっぽどの人でないと普通に喋れないんじゃない。うん。喋ったらあかんと思うもん。ああそういううんそういうもんなのか。うん。 その会に昔バンバン来てはったんですよ。バンバン広文さん、バンバン広文さんもその仲間の一人やったんです。最近ちょっとお会いできてないんですけど、バンバンさんでも黙ってたで。それはやっぱ静かにしとかなあかんのですね。そういうもんなんでしょうね。ね、それはもうちょっと歴史が違いますからね。そりゃもう、そういう経験をして今日は回復いたしました。はい、もう痛みもなくなり、はい。 ちょっとね正月らしいですと思いました。はい、させていただきました。はい、じゃあまずは開始会に行ってください。<laughs> どうも。はい。各コーナー今日もございます。怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています。そして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてください。ピカイチ価値観調査これどうやねんでは皆さんがこれどうやねんと思うことをお寄せください。私たち3人はどう思うかお答えいたします。 メッセージをご紹介した方には、薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は、事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、山アットマーク m b s 1 1 7 9 c o m yama.mbs1179.com ファックスは大阪06-6809-9090大阪06-6809-9090です番組の公式ツイッ t ー e r ヤマ1179公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージお待ちしております 怒りの投稿街中モンスターハンターモンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます大阪淀川区の寿司カレーさんが見つけたモンスターです、はい、スーパーで買い物をして自転車置き場に来ると知らんおじいちゃんが 私の自転車の前かごに大きなレジ袋を入れて立ち去るのを見ておじいちゃん忘れ物ですよと言ってレジ袋を渡そうとしたらおじいちゃんがあそれゴミやから捨てといてと言ったんです私がなんで見も知らんあんたのゴミを私が捨てなあかんのですかと言ったらええがな年寄りに親切にしてたらええことあるでと笑いながら言ったので ええことなんかなくて結構ですと言ってゴミをおじいちゃんに渡しました<ー>私もおじいちゃんですがあんな非常識なおじいちゃんにはなりたくないと思いましたあ、寿司カレーさんもおじいちゃんやんかっこ70歳って書いてるあるあまあじゃあ高齢者の仲間ではあるけどそうですね。さらに年上のと<上>、はいうことは高齢者が高齢者に <laughs> そうですゴミゴミを押し付けて去ろうとしたへえ <laughs> あこれ人間ってある程度の年になると <laughs>、うん、もうそんなことがお構いなくなんのかね嫌や,やねそう思ったら <laughs> まあ、うん、腹立つけどでもちょっと笑いながらなんでしょ <laughs> そ,そのおじいちゃんのなんならもうにこやかにですよねにこやかでしょまあ、うん、唯一そこが救いかな、うん、今僕が当にやったら腹立つけど、うんうん って言ったらもう嘩ですやんそうですね応じてしまうとねだからやっぱりうんにこやかでっていうのって大事です大事よなこれほんまに「ゴミや映画にそれぐらい」ってなったらもう大喧嘩ですよそうですね腹立つけどまだ片方がそれやからっていうだから高齢者って基本は そういうもんなんちゃうだんだん角取れていくもんなんちゃう,う <laughs> どっちかですよねどっちかでしょうっめっちゃずっと怒ってる人もいますよねだって高齢者同士でどっちギャラケがする人いますやん <laughs> いますいます<ー>、はい、ね、はい、ど,どでもどっちがいいんやろうね寿司カレーさんのように自分はそうはならんとこって思ってる方もいらっしゃるわけでしょま,まずその非常識な行動はせんとこうでしょうねやね、うんでもや 普通にやってしまうんですよそれが非常識とも別に「ええやっ!」て人の自転車に鼻に置いて腹立つかいつかもたたまって言うかお前いつもヘラヘラなんか言うとるけどな笑ってたら許されると思うなよみたいなだってそれは我々もまだ若いからそれぐらいやっぱ言い返したくなるじゃないですかそれに対して柳に何やったっけ風あったっけ 本当に、まあ、何にも向こうは応じないというか。う そういう人もやっぱりいることはいるよね、うん、でもやっぱなりたくないな <laughs> そうですねまあそうですね人のカゴにそんなもんを込み入れてありえないことですよ僕らの感覚で言うと、はい、いや若い頃からやってる人でしょ結局あそういうこと、うん、と思うんですよね僕年取ったからあの今までせんかったことをするってその自分の中でのルールとかって、うん、多分変わらないそこは変わらない、ね、じゃあ笑うのは何 その人も,そもわるわ若い頃は笑ってなかったでしょう。笑うのないよ昔からそんなヘラヘラするタイプなっちゃいます。<laughs> ごめんごめん。もうそれやったらっだからよくあの駐、ー、金とかねパッと回ってきた時あのあいつど,どけれないかっていう人とごめんごめんすみま<あ>すすきますっていう人と。いますね。ヘラヘラ系なんでしょ。ああなるほど。千人に一人やねそんなことがつい <laughs> て。若い頃かまかり通るっていうのは。ゴミをポンとこのカゴに、うん。 入れるタイプやったから変わってないんでしょうね、うん、変わってないんだね、うん。あれされたらほんま腹立ちまけどね,ねでだんだん隣に入れていくでしょ <laughs> なるほど近くのゴミ箱なかったらゴミ箱に見えるんですかね、うん、人のカゴがねなんかさでもカゴに入れるっていうよりは、うん、どっか隅にも置こうと思わへんもうゴミ箱なかったら、うん、と隣のカゴに入れようとは思わへんや、うん、いや僕入れちゃいます ああ昔はね今はせえへんと思うけど、うんうん、でもその炭にって隠すのも分かるわ炭 <laughs> にね隠すがねあのスーパーの人やったら、うん、スーパーの人がもう気ぃ付いてっていうぐらいに角にタバコの吸い殻をほんまに、うん、ポイ捨てじゃないけどなんかこう、うん とところにちょん置置く人はいいてありまれあれい捨ててんのと一緒やであれ一緒でもポイってすんのはちょっとなと思うけど結局やってること一緒やら一緒一緒あんなやつらがおるからタバコ捨てる人はみんなそういうふうに見られんねんなカンカンとかもポンと置いてありますね家の前掃除してたりなんかしたらいるもんねあんまりだって置いてるもんで 置いいてある言うとは全然関係ないんですけど家のポストの下になんか丸い筒のようなものがある朝置かれていて、うん、何やろうと思って近づいていったら、うん、宝塚のカレンダーが置いてあって <laughs>、うん、<laughs> ほん、ね、<え>古川さんへお好きですよねどうぞ」みたいに書いてあって <laughs> あれは誰が置いてくれたのかが今思い出しましたけど。はあ<ー>、はい、最近ですか最近です 宝塚ンって知る人ですよね近所の人か近所の人かそれやったらええけど分かんないけどあったかなそうですね多分あの半休系にお勤めの方のようなことが書いてありましたその文章を見たらうちの会社のものの余りもんですいませんけどみたいなまあ善意でねありがとうございますなんですけどもせめてピンポン押していただいたらお礼も言えたのなと思ってそれで言うと手紙入っててねほう いやちょっとあれ昼の方の会議で言ったのここで言ってないよねう,うちの奥さんに <laughs> あのが掃除してる時に、うん、通りすがりでラジオいつも聞いてますよご主人のって言ってくれたの僕、うん、話多分昼のラジオで言ったんやと思いますけど、うん、それをまた言ったら、うん、あのものすごい長文で、うん、丁寧な手紙を、うん、あの書いて、うんうん、手書きで,で封筒に入れてポストに入れてくれたと。 だからあのうちの家を探して歩いてきた人じゃないってことが分かったあのうちの家の近所の人の近所の人とかった,、はいはい、たまたまねうんっていうのもあってう嬉しいもんですけどね、はい、近所の人、うん、まあでもな何やろう <laughs> 家のポストは僕はちょっと嫌やななんでそんなん言うのよいや <laughs> その人聞いてくれてるかもかるか、ね、いいだからあの山宏さんは全然それ OK だと思うんですけど僕はそれはいや それやめてほしいなってなる。え、ちゃんとした手紙ですよ。はい、もうダメ。うん。うん 僕ははそれれもう会社に送ってく家っていうのはねそう家っていうのがまた別やその話をラジオでしたからやと僕がだからそこにどこへってその人がんかあれみたいやそんな言わる大体遊ばれて大変でしょうけど俺は嫌やわそんなって言うたよほらまたあさってあたりに「そんなつもりはなかったんです」ってしようその人僕んち入れに来たら それ一番怖いわそうなったらもう見解な、うん、それはちょっとやそれはおかしいなってくるからなヘラヘラ持ってこられたらどうしよう <laughs> なんでこんな話あのカゴのゴミゴ、ね <laughs> ね、のゴミはやめてください、うん、やめてくださいやっぱりそういうことはねと、はい、いうことで先週はあの1月の4日の日に南のビッグキャットにライブに行った有山さんの話をして有山さん曲かけましたがその時に一緒に来てた金森康介さん相変わらず、えー 渋い感じのギターとそれから歌声を聞かせてくれました、えー、その金森康介さんのアルバム「静かな音楽になった」から静かな音楽になった山本社交クラブでは行きましょうか、はい、続報でございまして鎖骨舐め <laughs> <笑>,笑いましたね先週は,は,は涙が出るほど笑いましたが泣いてました、うん、実際 <laughs>、はい、泣きましたがですね、えっと、ポンコリンコさんという、はいえっと、ラウンジで働いていた女性で、はい、未婚で子供を産んで,、うんはい、で46歳のティーという、まあ、この方も奥さんと子供のいる人でしたけど、うんうん、付き合うようになってティーはマンションを借りて2人で会う場所を作ってくれて、うんうん いたんだけれども別に彼氏がいてそっちの彼氏と子供ができたので結婚しでその「ィーク僕はその T くんではないでしょうか」という保健さんという男性から多分僕がその T くんですっていうその2人がその後連絡を取り合うのか会わないのかみたいなのを我々は盛り上がっておりました絶対連絡するって言ってましたよね。 ポンコリンコさんの方からメールが来ました,した今年も濃い放送を楽しみにしていますそして前に僕かもしれないと言っていた保険さんそれがきっと T 君本人だと思います、うん、メールの内容を聞きながら T 君変わってないなと思いました<ー>私が好きなもの最近ハマっているものそれを聞きつけては試したり調べたり そして私がラジオにはまりアプリで聞けることや山博さんが好きでこの番組が好きで面白いから聞いてみてと言ったその一言ですらちゃんと覚えててくれたんだなと心がジーンとそして涙がポロッと溢れました、うん、彼の借りてくれたマンションで手料理を振る舞ったりお弁当を作って出かけたり楽しかった思い出がたくさん蘇ってきました私の今の旦那さんはとてもいい人ですが 私を褒めることはなく昔ながらの職人さんって感じの性格です、うん、ありがとうやごめんなさいを言わない人です本人は気づいていませんが、うん、私は付き合った時から思っていましたでも子供はとっても大切にしてくれるだからこの人だと思って選んだのです、うん、旦那さんにはご飯が美味しいと褒められたこともないため T 君のようにお世辞でも美味しいって言ってくれることに嬉しさと自分自身に自信が持てた気がします。そしてラジオを通して T 君は変わらず元気でやってるんだなぁとほっとしました。何度か繰り返しラジオを聞いて余韻に浸りながら連絡をしようかなと思ったのですがすごいですね2日前携帯が壊れ連絡先が全てなくなってしまいました。 その時は山宏さんスッチーさん古川さんの言葉を思い出して子育てに専念すると言い聞かせてたけど消さなかったんです連絡先が。神様がこれではダメだと見ていたのかな携帯が壊れ私の今の携帯には家族と親友くらいしか入っておらずもともと T 君とは LINE はしていなかったので完全に T 君に連絡する手段がなくなり。 これで良かったんだとすっきりしています、うん、今は子育てに専念していろいろ頑張ろうと思いますなのでティ、うん、T 君側から連絡しようとしても、ね、今の新しい携帯がもうわからないのかもしれないれ変わるってことですかねどうなんやろう番号は、うん、番号は、はい そのままいけるでしょ行けますかじゃあつながるかこれはでももしかしたらこのお便りは T 君へのメッセージだろ T 君へのメッセージこっちから連絡しないのは携帯が壊れてわからないからだよだって向こうにはこれ伝わるのわかってるわけそっちからしてきてねでもこれ聞いたらでもしたらあかんよね だから前回しなかったわけですね保健さんはねそうですねあれからだいぶ日にちはたってますけどねだからここで終わった方がええと思うなこれはどっちにとっても少なくとも今はそのタイミングじゃないっていうことは言えるよねうんあのポンコリンこさんもとりあえず自分に言い聞かせてるっていうところはほんまやと思うんですよなかったんでしょうけども 神様、はい、そうしたんだなって,なっていうそれはそういうふうに今思ってるわけです、うん、そこに嘘はないと思うんですよ、うん、ただ嘘はないけどそこにまた新たに連絡が入ると、うん、人間って弱いじゃないですかだからそんな保証はないわけで、うんうん、でもせっかくお便りいただいたんで、うんはい、僕たちの気持ちを返すならば、はい、やっぱり今はそういう時期じゃないねっていう、うん ことしか言えないですよね。うん。これかかってきたらどうします？保険さんティクから。いやかかってくる可能性結構ありますよね。はい。その番号そのまま残せるんでしょ。うこれ聞いたらすごく多分どうしようって。えっとなんていうかな連絡すぐ作れなくてもいいから念のためまさに保険のために僕の連絡先だけもう一度伝えておきますよ。 だから保険っていうラジオネームで来たら最初からぐらいの連絡はするんじゃないでしょうかただもうさ心揺らいじゃうんだよねぽんこりんこちゃんの、うん、せっかく育児に宣伝って決めたんだよね,ねいい聞かせてますけどね自分にね、うん、でその今の古川さんの言い方は待待っっててるいやんんちゃは「待ってる?いや」待って らう今はもうやめときなあれもうこれだって今までって片方の人はもう誰か誰やわからない状態でしてきそうやなすんなよみたいな一方的に言ってましたけども今このラジオ聞いてくれてるわけでしょそうでってなったらもうやめとった方がいいなとは。なんやったらこのラジオが間に入って。 えー、その通信の手段になっているわけです, <laughs> ですちょっとね、どちらも幸せに暮らしていますよっていうね、<laughs> う今はちゃうよな、うんで、まあ、願望というか、お願いかな、保健さんへの、うんうん、今は、うん、もうちょっとそっとしといてあげてよって思うんですよねうんこれで、いやいや、ちゃうねん、違いますねん、ほんまはちょっとしてほしいですね。 っていうのがあるんやったらもっぺん送って,いってください <laughs> あ、ポンコリンゴじゃんね、うん、正直ね正直なところ、うん、今この三人の会話を聞いて違う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  <laughs> ってなってたら,えら,いことや,らやったら、えー、またな、うん、そういうシグナルをこっちに送ってくれたらいいですけどね、うんうん、もしくは本気でも連絡取れなくていいと思っているのか言い聞かせてんのんじゃないの、うん、と思いますけどねそれは言、うん、い聞かせてて、うん なかったらないで、うん、やっぱり今は育児に専念してって言い聞かせた通りの生活をしばらく続けると思うんですけどね。うん、で一旦あの男性側には保険さんには連絡は<う>しない方がいいっていうふうに我々としては言っときましょう、うん。言いたい。今の段階でそう言いたい。うん、だからしたらダメです。うん、ただそうやな、ね、今は直接すんな、はいの。ただポンコリンコさんが <laughs> あのいや。 やっちょとと連絡しいなもう短い文章で「やっぱり欲しいです」って送ってくれたのは我々が「やっぱ欲しいらしいですよ」って言いますので電書バットはやその間は入りましょうよそれは入りますよなるほどねなんか言えば言うほど押すなよ おしなよみたいになりますよねそうですね。それだからポンコリン子さんのそのどっちなんだろうがちょっと本当にわかりへんから正直なところ保険が欲しいのか欲しくないのか。教えてもらいましょうか。教えてもらいましょうか。だから保険さん側からは今のところはちょっとしないでほしいですよね。なるほど。最低限のやっぱりそこはルールやと思うんですね。 そこを飛び越しちゃうっていうのは。ただまあ、前回の放送から、今、このまでは連絡してないということが分かります。ルールを守ってると、計算は守っています。守ってる守っていうん。このまま綺麗に終わるのか、それともポンコリンコさんが。やっぱり。連絡ください。連絡先だけは知っておきたいってなるのか。はい。正直なところ。聞かせてもら。聞かせていただければ。 伝えます。わ、なんかドキドキしてきた。人のことやのにドキドキするな。どんな返事くるかな。私は連絡先だけは欲しいと思う。あの、そんな口ぶりやった、さっきから。えらい、そこ押します。押すよね。いや、保険だからやあれへんねん。女心って。わからない。わかんない。次、言っていいですか。どうぞ。はい、え、六十四歳。心持ち右曲がり。 さんです。はい。<laughs> うん、去年最後の放送で紹介されていた買取マックス難波店に親友で同期のドスケベくんと成人の日の1月9日行ってきました。うん、<laughs> ちなみに2人とも既婚者です。うん、どちらも長年のレスですが。うん 放送で紹介された商品をメモして持って行き店内をあれこれ見ていましたら女性の方が商品を見ておられますお客さんではなさそうなので声をかけましたはいここのスタッフです なんと明るくハキハキした女性でしょうか、うん、その英子ちゃんは聞けば以前このお店のお客で気に入って何度も何度も来ているうちにスタッフにしてくださいと自分から売り込んだらしいです、はいうん、貴重なお話をたくさん聞くことができました、うん、稲葉先輩が放送で紹介された商品を伝えるとさすがにいいチョイスですね 付随してこういうのもあるんですよお<ー>とお店としてもなかなかの戦力です、うん、これとこれは全く同じ形で同じ快感を得られるように思うでしょ、うん、全然違うんですここの柔らかさとここのしなり具合太さ女性側からすると違うんです、はい、ですってお<ー>おそんなもんかこんな意見なかなか聞けるもんじゃないな、うん、ところで英子、えー、ちゃんは彼氏いないのと質問すると、うん、いますよ 2人でするのと1人でするのは違うんです、うん、聞いたことないでしょこんな話、うん、喧嘩は両方の言い分を聞いてみないとわからんって言いますやろ、うん、まさしくそれと一緒ですね、うん、<laughs> 1一時間も接客していただきドスケベ君も私もたんまり買い込んで丁寧にお礼を言って店を出ました何、うん、とも楽しく貴重な経験をしました、うん、今は2人とも彼女はいません 彼女ができたらまた新しいグッズを仕入れに行こうと思います。買い込むってすごいな、その時のために。ね、準備、まだないんですよ。レスなんやろ。奥さんともないんですど,、ね、どなに住んでるんだよ、買い込んで。また英子ちゃんにも会いに行きたいです。うん、次回の放送には、ぜひ私を呼んでほしいですと、にこやかに英子ちゃんがおっしゃっていましたよ。うん 稲葉先輩は残念ながら外出中でしたその時ね会えなかった、ね、稲葉先輩の十分代役を務めてな <laughs> んやったら二人に四個玉交わしてや <laughs> そうでいい店員さんですねいい店優秀やでこの英子ちゃんはん、ね、どんな子やろうううあそうですよああ全然見に行けますからねあああどうなんですか何人もいるんですか女の店員さん僕は見たことないですよ<ー>あらあ じゃあ分かるかもね聞いたら何でも教えてくれるへえ<ー>、ね、まあそれぐらいでないとやっぱ店員にはね採用されないでしょう、うん、いやすごいと思うんですよその女性が<ん>女性のちゃんとこう言葉で言ってくれるというだって形が同じやけど、うん、ここの柔らかさとかしなりって言ってたでしょ パートナーに聞けないけどこれはどんなんですかっていうの聞けるじゃないですか聞けますねすごいいや一番生きた証言というかね男性のねその詳しい人もいいですけどやっぱ直接ね同性の意見説得力が違いますよねすごい使ってみた方ですからねそうですねなかなかそんな話はそう、さんの一通りは全部分かってんだよねそれは商品はすべて 説明できるようにまあ作ってるところにもその女性がいるでしょうしねそうですねそうやねだってこここうした方がもっとこうした方がとかデータ上ね多分試作段階で何回も型作とか変えたりしてるんちゃいますもっとこういうふうにしてほしいとかそんなんたいなあ今度は工場見学 いや、ほんまに、そういう。お昼の番組。でいや、行かないですよ。中川家。あれ、そう、同じ時に行ったね。中川家、いけるやん。いけるか。いや、あの二人も大好きやんか。いや、どうやって放送しますの。そうか。おひた。ほんまの真っ昼間やね。なんか。いや、でも、ほんまに見てみたい。 え、何を、え、え、じゃ、あの、作る過程を、ね、いや、真剣やと思うんですよ。うん、いや、それはそう、真面目に、うん、大真面目にやってます、ね。って売れないって大きいですからね。そうで,すで、ミリ単位の注文してると思うんですよ。よ、はい、硬さもいろんな素材を試して。うんうん、うん、あ、でもない、こうでもない、指で触ったら、こっちやったけど、実際。 そこででかるわけすまた作り直すっていういや稲葉さんとも連絡できるからさ稲葉さん通じて見学させてもらったらいいねんさしてもらえんのかなさして君さ忙しい忙しい言てる場合にその行ってる暇あんのかいないけてない前だからゲストとしてね開発に携わる方とかまた聞くででもねねここ 耳で聞くだけよりもね、うん、やっぱり制作過程がみたいじゃない,、うん、いそ,それは行きたいです,ですね。うん、おいおい考えようか、はい、<laughs> また終わってから考えましょうかね、はい、以上山本社交クラブでしたピカイチ価値観調査これドヤねー。ー入りましょう桂木市のカスタムバイクのガレージライドさんのドヤネーですはい 昨日映画ザファーストスラムダンクの3回目を見てきました僕は今回は3回とも号泣しましたし好きな映画は映画館で何度も見たいんですが友人は同じ映画を見る意味がわからんと言います皆さんは同じ映画を映画館に複数回見に行くのはありですかなしですか A あり B なしいかがでしょうあの映画館の音響で見たいんですよね 同じ映画を映画館に何度も行くか、A 行く、B 行かない。はい。いいですか。むずいな。あ、そうなん。もう、もう決まりました。はい。はい。せーの。A A かな。そうしょっちゅうではないけど、やったことはあります。なんで B なの。今までまずしたことがないのと。なんやろう。あの、一人で。もう見たいっていう。の うあ家でね映画館じゃなく一人でっていう縛りが今あったから B になった、うん、っていうのもある。うんうん そうだから何回も見るのはわかりますよはい。何回も見ますよね何回も見るけどでもこの方の友達も言うようになんでまた映画館に行くのっていう音もいいしって分かるんですけどやっぱり人の目があるからなるほどそうじゃなくて一人でじっくりと見たいなたまに同じとこもっぺん何回も見たい時もあるあるよある巻き戻せる環境ねそれは一人か 家家でっていうで、どっちか言ったら泣くシーンはそんなんしないじゃないですか。感情もっぺん元に戻すの無理やから、スカッとするシーンを何回も見の好きなんですよ。最近出たトップガンなんで、もう一回見に行きたいね。あトップガンとかはあのいいいいと思います。音響が迫力がね。でもあの工場見学工場見学の気になる。もうまずはそれやね。 まに言いましたけど、なすかやっぱりもう工場見学のことで頭がいっぱいなみたいどうですね。工場見学はやっぱ見てみたいな、ほんまにそのものを作る過程で、その正直あのエロい気持ちはいやゼロではないけど、でもほとんそういう目線では見られないんじゃんい。十パー以下。ああ、そうやね。えだって作る方はもうそのいや快感を求めて作るんですけど。 そうエロでやってられないでですよねでも何本かこうあって、うん、例えば女性のもん男性のもんあったとして、うん、その場で同じ5種類をうん、うん、その場でちょっと試すんかな。え、うん、だってあのー、よくドキュメントでねカップ麺のすごいあの作ってる人ら、うん、何年も何年もこう。 やってるなああこれだいぶよくなってるねやってるそのカップ麺となスッチとないっぱい一緒にできへんでで、それってやっぱりみんな話しながら「ちょっと待ってくださいねこれちょっとザラついてるわ」とか「あそのぐらいは大丈夫ちゃうわ」とか実際使ってみてあびっくりした僕またその生身の人にそう生身の人ですね別の人に登場してもらってとか うんそ,それですそれですそれがあるのかなってそんなことしてるモニターとしてどうですかってやるのかそれともその会議の参加しプロジェクトの参加してる人が実際に言うのかどっちなんやろその場でやるってことあんやろかま <laughs> せめて何かこうなんて言うんですか持ち帰ってしまね持ち帰るか試すためのちょっとした小部屋が yeah.、Oh. Yeah. まあまあまあそこはね、oh. そこはあるでしょうけど <Yeah. S 1> それが例えば女性ばっかりでもし作る会社やったとしてね、うん、企画して、うんうん、女性ばっかり4人集まってほんなら「うん、ちょっと失礼」っつって別にいかんでもそこでいいよとかならへんのかなと <laughs> 確かにな、うん、もう仕事やからね、うんうん そんなもうどちょっとしるとかどか行ってるよりも「うん、もうええわここで」って「ドう,うで4人顔つきあして3番なんですけどここの部分がどうのこうの、うん、どうですか、うん、で他の人も「あほんまやね」みたいな、うん、いやまあ <laughs> いや想像で喋ってるんですよだから知らん世界やから聞こう,そうそれで聞いてちょっとどこまで見学できるかわからんけどさしてもらえるんやったらさしてもうたらいい ここで作ってんのやろ日本かなそっか、日本じゃなかった日本じゃないかもしれんよ行く時間ある行きますかでも行くんやったら行きたいなその。だからロケで、行きってロケでだってやっぱりモーターも使われてるわけじゃないですか、かなりいや、モーターすっごい性能の出来てるんだよ、ちっちゃくてやっぱりあの音もそこまでうるさかったらだめじゃないですかいろんな、実はすごいあの。 あれが技術が使われてるかもしれない力加減的に言ったものすごい微妙な話ですもんねこの間持ってきてこれたやつなんてもう音の具合なんかでさ試してはないけどさ音の具合聞いてるだけでもうあんな繊細なその音とそれから動きね振動っていうんですかそこまで行き着くにはだいぶ試行錯誤してるんだよなってのはわかったからねで、音も言うたら静かに 静かいいっっててななくじゃですかでもあの一時よく問題になったモーターを使ってる車ハイブリッド静かすぎる危ないでもあえて音出してるんですよそうです歩行者が気づかへんから最初全然気づかなかったですねあの当時ねちゃんと音が出るようになってるそれと一緒で静かすぎるとこれは興奮せえへんぞなるほど <laughs> もしかしたらあえて少しモーター音残そうぜって言ってる会社もあったりとかするんちゃうかな、うん、音の効果がね、うん、それはあると思います、うんえー、耳で感じる効果ですからね だから、そういうところを真剣に話してるところ見てたい,な、うん、いやあなたも今それ真剣に話してますから <laughs> 十分会議には参加する資格はあるんじゃないかなって僕は思うそうですね,ですね会議はちょっと出てみたいですよねそうですよね、うん、ええー、吉本新喜劇から特別にスッチーさんが <laughs> そこはそこはもう切り離してほしいよ <laughs> 吉本新喜劇は、うん、それは切り離してもらわんと吉本新喜劇に悪いです えー、一般参加のスッチーさんです。はい一般参加がいい <laughs> もうもうスチでいいです <laughs> あそ。いやスチさんです。んね、それでね、うん、まあちょっとちょっと聞いてもらって<ー>時間があるようでしたらうん参加してください。面白そうやまあなんか,なんかわあ流れてきたらベルトコンベアで。<laughs> で検品の人がこんして笑ったりとかてて。ちょっとうん。 やっぱりね最近毎回この話以下でちょっとしばらく続きますね続きますね刺激強かったんでね64歳のおっちゃんがお便りくれたんで余計そうなんですけどねこのエヴちゃんっていうのもちょっと見てみたいな見てみたいなだからねこれね本当ねお店行ったら楽しいんですよあそうなのねわあわー言うてな何これ言うていや、つまり あんまりなな感じがしかっお店自体の作りも昔のいわゆるね国道沿いにテントであったでしょ気泡感みたいなやつああいうとこってまずおっさん怖いガリガリのおっさんねメガネ越しにこんねって上水が入ってきたらガリガリのおっさんお前持ってんのかみたいな顔して怖かったんですよ怖かったかうんえそんなんじゃないでしょもう今も広いですもんまずああ パーンと入っていけるからでも商品もいっぱいあるしえ何ドン・キホーテみったような感覚もうそれに近いですいね色々見てうわすごいな一人で行くのもよしだからなんとなく自分らで友達同士盛り上がってこれだなって決まって買いに行くのは一人でもいいし買い替えも一人でもいいかもしれない最初はみんなで行ったら楽しいですよ語るわわかりました